カンヌ国際映画祭は1946年にフランス政府が開催して以来毎年5月にフランス南部コートダジュールソイの都市カンヌで開かれている世界で最も有名な国際映画祭の一つ。単にカンヌ映画祭とも呼ばれる。カンヌ国際映画祭はベルリン国際映画祭、ベネツィア国際映画祭と合わせ世界三大映画祭の一つである。 審査員は著名な映画人や文化人によって構成されている。併設されている国際見本市もマイフとアメリカンフィルムマーケットと並び世界三大マーケットの一つである。マーケットには例年800社、数千人の映画制作者、バイヤー、俳優などが揃い、世界各国から集まる映画配給会社へ新作映画を売り込むプロモーションの場となっている。とりわけ、 世界三大映画祭と世界三大マーケットが同時に開催されるのはカンヌだけであるため、集中的に世界中のマスメディアから多大な注目が集まり、毎回全世界から数多くの俳優、映画制作者が出席する。開催期間中はメイン会場をはじめ、各映画館では映画が上映され、日本市では各制作会社によるブースでプレゼント、パーティーが行われる。 これから公開される映画は、もちろんのこと、予告編しかできていない映画や、まだ脚本すらできていない、比較段階の映画までが売り込みに出され売買される。このマーケットでどれだけ先に、ヒット映画を予測し、買い取るのかが、バイヤーの腕の見せどころでもある。最高賞は、パルムドールと呼ばれ、ノミネートされた20本前後の映画作品の中から、選ばれる。 2本以上の作品が選ばれる年もある。当初は最高賞をグランプリとしていたが、1955年にトロフィーの形にちなんだパルムドールを正式名称とし、グランプリとも呼ばれる形とした。1965年に最高賞の正式名称をグランプリに戻すが、1975年に再度パルムドールとしている。長らくカンヌにおいては、 グランプリとは最高賞の正式名称もしくは別名であったが、1990年に審査員、特別賞にグランプリの名が与えられることとなり、混乱を招いている。年度別に関しては、カテゴリー、カンヌ国際映画祭を参照。1960年にアニメーション部門を独立させ、アヌシー国際アニメーション映画祭を設立した。このため、長年にわたり、 原則として、アニメーション作品はノミネートされなかったが、近年ようやく時代の変化を受け、徐々にノミネートを試み始めている。1930年代後半、ファシスト政府の介入を受け次第に、政治色を強めたベネツィア国際映画祭に対抗するため、フランス政府の援助を受けて開催されることになったのが、カンヌ国際映画祭である。 1939年から開催の予定だったが、当日に第二次世界大戦勃発のため中止。終戦後の1946年に正式に開始されることになった。しかし1948年から1950年まで予算の関係で開催されず、1951年に再び開催。この頃からパレデフェスティバルが会場として使用されている。 1968年には5月革命が起こり、ルイマル、フランソワ・トリュフォー、クロード・ベリ、ジャン・ガブリエル・アルビコッコ、クロード・ル・ルーシュ、ロマン・ポランスキー、ジャン・リュック・ゴダールなどの要請により、映画祭が中断されるという事態が起こった。2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、開催が延期された。また、パルム・ドールなどの選考も中止。会長職は、 フランス映画産業と文化、通信省、外務省、議会の代表者で構成されるフランス国際映画祭協会によって選出される。2014年には34年間映画祭の運営に携わってきたジル・ジャコブ会長が引退し、ピエール・レスキュールが新会長となっている。映画祭のメインの運営資金は半分以上が文化、 通信省管轄のフランス国立映画センター内は主な作品ありがとうございます。